どうもすみません。カペラステークスの予想になります。土曜日の中山ダートの競馬を見てた感じだと、前に行った馬が断然有利ですね。先行馬がほとんど残ってました。で、ペースはあんまり関係ないですね。ハイペースであっても、マイペースで先行できた馬たちっていうのは、粘り込むことが多かったです。なので、 ストレスがかからない限りは、なかなか先行場が崩れないっていうことですね。でも、かといって、馬券圏内3頭ともが先行場で決まるかというと、そうでもなくて、差し追い込み場が紐として1頭、2頭突っ込んでくることもある。そういったような傾向にありました。 でもそういった先行馬が断然有利な馬場であっても追い込み競馬になったレースもありましたし、競馬をしっかりと見てる人なら普通にわかるとは思うんですが、競馬ってどうなるかわからないので先行馬がそう崩れっていうことも可能性としてはなきにしもあらずっていうことですね。で、今回のメンバーについてなんですけれども、重症としては 寂しいメンバーで、オープン特別に毛が生えたような、そういったようなメンバーではあるんですけれども、僕の中では、コーリンベリー、西剣モノノフ、タールタン、ダノングッド、この辺の4頭は、ボックスに近いような感じで狙ってみようかなっていうふうに思ってますね。あの、この4頭全てが崩れるという可能性は、 あんまり高くはないかなっていうふうに思いますね。それで今回のメンバーはちょっと寂しいメンバーなんですけれども、コーリンベリー、西剣モノノフ、タールタン、ダノングッド、この辺の4頭はボックスに近いような感じで狙ってみようかなっていうふうに思ってます。ただ人気してる馬たちがほとんどなんで、なので、まあ、4頭をメインに買うにしても、コーリンベリーとダノングッド、 この2頭を軸にして、フォーメーションで集めに行くっていう感じで行こうかなっていうふうに思ってますね。それで、まあ、この2頭を軸に、ちょろちょろっと、他のカジキとかゴーイングパワーとか、この辺は押さえておこうかなっていうふうに思いますね。それでは、うちの方から1頭ずつ行きます。ノボバカラ。ノボバカラは人気をしてるんですけれども、 今回、印を消しました。あの、人の予想を見てると、理由もないのに、消す。そういったようなことって結構あるんですよね。僕はそれじゃ予想はダメだと思うんですよね。僕の場合だと、消すときには消す理由があります。で、このノボワカラに関しては、レースを見てきても、 あんまり器用じゃないということ。あとは、結構追わせるところがありますんで。なので、まあ、あんまり条件が揃わないと買いたくなるような馬じゃないんですよね。で、右回りの競馬なんか見てても、右回りはこなすんですけれども、直線向くまでストレスがかかっちゃった場合っていうのは、追える機種じゃないとなかなか動かしきれないと思うんですよね。 なんかフットワーク右回りのフットワークなんか見ててもちょっとぎこちないところがありますしそうですねどちらかというと右回りの方がスムーズに走りやすいタイプなんじゃないかなっていう風に見てます。で今までノボバカラっていうのは超一流騎手もしくは一流騎手が乗ってきたっていうところがあって結構その。 騎手を選ぶような、そういったようなタイプの馬だと思うんですよね。で、内田騎手は本当に、大怪我をしてこう馬を動かせなくなってきてますんで、なので、まあ、こういう難しい馬を動かせるケースっていうのは、すごい確率が低いんですよね。もちろん、あの、動かせるときはあるんですけれども、内田騎手はものすごいギャンブル性の高い騎手になっちゃいましたんで、 なので、そういったことを考えると、これだけ人気してて、ちょっと乗り方が簡単ではない、このノブバカラっていう馬に乗るということになると、ギャンブルとして消してみるのもありかなっていうことですね。で、このノブバカラはですね、内枠引きましたんで、花に逃げる可能性があると思うんですよね。僕は逃げた方が危険性が高いかなっていうふうに見ていて、 まあ逃げるとコーリンベリーだとか他の速い先行馬に早めに突かれると思うんですよね。そうなってくると不器用さが出てコーナーリングのスピード勝負ですね。そこでアラが出ちゃう可能性があるかなっていうふうに見てます。なのでノボバカラが構想するパターンっていうのは勝ち負けするパターンっていうのは控える形で内目の方から ロスなく立ち回ってっていう形ですね。まあロスなく立ち回っても逃げの場合だと目標にされちゃうんで、そういう目標にされるような競馬になった場合っていうのは、このノボバカラっていうのは確率として勝ち負けする確率は高くはないと思ってます。里のタイガー。里のタイガーはよく中央の競馬に参戦するんですけれども、 パドックでバタ見ててよく見えることが結構あったんで、金走成績は良くないんですけれども、もしかしたら中央のダートの方が合う可能性がありますし、真島大輔騎手は南関東でトップクラスの騎手ですしね、これだけ優秀な騎手が乗るということを考えると、パドックの気配が良ければ抑える必要があるかなっていうふうに思ってます。ただスパンと切れる足がないですし、 ある程度ペースが流れる中で、しぶとい末足を生かすっていうタイプなんで、自力だけで差し込めるような足もないっちゃないんですよね。なので、前残りの馬場だけに展開がかなり向かなければっていうところはありますね。ルックスザットキル。ルックスザットキルについてはあんまりよくわからないですね。あのー、 この辺のメンバーと走ったことはあるとは思うんですけれども、パドックで馬体を見て、レースと照らし合わせてっていうことができてないんで、ちょっとパドックを見てみないとよくわからないっていう感じですね。逃げたりしてましたんで、スピードはあるかもしれないですね。グレープブランデー。グレープブランデーは中央の G1 を買ってるように、素質はいいものがあるんですけれども、大飛びで不器用だったり、 気難しいところがありましてまあ、その気難しさが影響して突っ張って走ったりだとかしちゃうんでなので手の合う機種を乗せてあげないとなかなか能力を出し切れないっていうことが多かった馬でもありますねなので若くてフレッシュな時代にもうちょっと手の合う優秀な機種ですね追えるような機種を乗せてあげてればもうちょっといい成績になってたかなっていう感じですね それで、ベロン騎手。ベロン騎手はこういう馬を動かすのがすごい上手いんで、一番手が合うとは思うんですけれども、柴田義富騎手は当たりの柔らかい騎手で、道中気分を害さないように、促すように乗るような騎手ですんで、まあ、そんなに相性は悪くはないかなっていう感じですね。ただ、 先行場有利のババですんで、こういうタイプはなかなかハマらないんじゃないかなっていうところがあって、印は付けきれなかったかなっていう感じですね。ハマればっていう感じですね。スイープアウェイ。スイープアウェイは500万クラスとか1000万クラスとかで結構もたもた走ってたんですけれども、素質能力だけは結構あって、本当に一番いい時期に、 重を使っていれば、勝ち負けできてたと思いますね。それぐらいの素質はあったままなんですけれども、あのー、追わせるところがあるのと、展開に左右されるところがあるんで、まあ、そういったところで手の合う機種が乗らなかったことがあったこと、あとは展開が不向きだったこと、そういったことが重なって、なかなか出世できないまま来て、 それでこの馬まま足毛なんですよね。足毛の馬っていうのは、年取っていくと無駄肉がついたりだとか、バタにメリハリが出てこないような、そういったようなタイプって多いんですよね。で、このスイープアウェイに関しても、だんだんとメリハリの効いた足が使えなくなってきてて、まあ、ちょっと、いい頃のスイープアウェイではなくなってきてるなっていう感じですね。なので、まあ、運もあるんですけれども、 しっかりと勝つべき時期に勝たせるっていうことができなかったっていうことが大きかったなっていう感じですね。とにかく今のスウィープアウェイには以前ほどの切れる足はないんで、なのでドハマりしないとっていう感じだと思いますね。ゴーイングパワー。ゴーイングパワーはですね、いいところがあるんですよね。結構器用ですし、まあそれなりに、 スッと抜ける足もありますねなのでこういう内ち目の枠を引いたということはいいんですけれどもただあんまりそのストレスをかけられるような競馬になっちゃうとちょっと圧力で負けちゃうようなところがあるかもしれないんでなのでなるべくそのごまかせるような位置取り進路取りを取れるかっていうところだと思いますね。 まあそれか、ワンペース気味になると、緩急のある競馬よりかは、ストレスがかからないんで、なので、まあなるべくワンペース気味の競馬で、せこく立ち回る、もしくはコーナーから勢いをつけて回るような、マイペースで競馬ができた場合っていうのは、この馬は結構いいところあると思いますね。ダノングッド。 このダノングッドっていう馬は僕好きなんですよね。というのは、デビュー2戦目か3戦目の時にパドックで馬体見ててこの馬いい馬だなっていう風に馬券買ったんですよね。副賞買ってたんですけれども、その時に4コーナー入るまでにずるずる下がっていきまして、あ、これはもうダメだなっていう風に思ったんですけれども、そこから 差し返し返ててきて2着までで来たんですよねそのレースを見てこのダドングッドっていう馬は素質の高い馬だなっていうふうに認識しました。でちょっとそのずぶくて不器用なところがあったりあとは気難しいところがあったりしてなかなか出世できなかったりはしたんですけれども、ま、優秀な騎手を乗せるようになってから リズムが良くなってきて、それで、まあ前走なんか、プロキオンステークスに挑戦したんですけれども、プロキオンステークスの時っていうのは、またまたその、4コーナー入るまでに、ズルズルと下がっちゃいまして、完全に終わったなっていう競馬だったんですよね。でも、そこで丸田騎手が諦めずに追ってたら、最後、それなりに、 盛り返ししてきましたよねあれがこの馬の真骨頂でまだまだこの馬は能力を有り余してるっていうところがあると思いますねで左回りはですねプロキオンステークスの予想の時に行ってたんですけれども左回りはあんまり良くない可能性が高いと見てたんですよねで実際走ってみたらちょっとまだ現時点では左回りあんまり良くないのかなっていうような競馬だったんで 右回りに変わるということは、多少はプラスになってくるということですね。買う価値が出てくるということですね。で、ある程度、ペースが流れてくれると、ワンペース気味になってくれると、こういうその、勝負どころからの反応が悪いようなタイプですね。不器用なタイプっていうのは、ワンペース気味の競馬の方が、スッと動きやすかったりはしますんで、なので、 その分展開がハマった場合っていうのはこの間勝ち切ってもおかしくないかなっていうところですね。あとは決闘面に魅力があってイリューシブクオ,クオリティイリューシブなんだらっていう種馬だと思うんですけれどもいやこの後継シボバっていうのは日本に多分いないと思うんでなのでこのダノングッドっていう馬は種馬として面白いと思うんですよね。 まあただそこまでの成績を収めきれてないということで、まあ、本当にその隠し持ったギアですねまだ能力を出し切れてないところがあってレース内容を見てもらえれば、まあ、ここから伸びるかっていうような脚力がある馬なんでなので、まあ、こういう馬が種馬になったらサンデー・サイレンスあたりとつけられれば面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね まあ本当に、まだまだ魅力がある馬ですし、マルタ騎手が乗るということを考えると、ちょっとこの馬は、淡幅も抑えて、生まれんワイドは抑えておきたいなっていう感じの馬ですね。テムジン。テムジンは地方馬なんでわからないですね。タールタン。タールタンはですね、以前は左回りを得意としてたんですけれども、 これは僕の持論でしかないんですが、馬体のマンネリ化、走りのマンネリ化、フォームのマンネリ化ですね。そういったことって馬には結構あって、タルタンが左回りを得意としてたということは、それだけ左右のバランスがあんまり良くなかったということなんですよね。で、そういう左右のバランスが悪い走り方をずっと長いことしてくると、馬体面、 双方が変わってくるんですよね。で、今のタルタンっていうのは、左回りだけが特別いいかというと、逆に今度は、右回りでいいところが出てくる可能性があるんですよね。というのは、左回りで、伸び伸びと持続的に使えてた以前と比べると、今はそこまでではなくなってきて、逆に右回りで、 いいところが出る可能性があるっていうことですね。そういう馬って結構いるんですよ。で、今回は右回りに変わります。まあ、右回りとなると、半身でいい競馬をしたぐらいで、あんまりいい印象はないんですけれども、今のタルタンなら、右回りで、しかも1200メートルぐらいのペースが流れるような競馬の方が合う可能性あるかなっていうところですね。 なんか左回りの競馬を見てると、ピリッとした足が足,が足りないようなところがあるんで、なので、まあ、コーナーからペースが流れやすい中山っていうのも合う可能性がありますね。で、金層、負けはしてたんですけれども、苦しいところから伸びてきたりだとか、並んで結構しぶといところもありますんで、なので、まあ、メンタル面もタールタンは比較的いいですし、 ま、北村博史騎手と手が合うかどうかはともかく、まあ、能力を出し切れるような競馬、進路取りができれば、このタルタンは勝ち負けできるんじゃないかなっていうふうに見てます。なので、このタルタンに関しては、本命にしてみてもいいかなっていうふうに思ってました。マキャビティ。マキャビティは、あのー、ハマらなきゃなかなか届かないっていうタイプの、 差し馬ですよね。まあ、ちょっとある程度メンバーが揃ってるということを、あとはなかなか前が止まらない馬場なんで、なので相当ハマらなければっていうイメージですね。まあ、そこまで切れる足もないんでっていう感じですね。西モノの歩。西モノのフも本命にしたいぐらいいい馬なんですけれども、まあ、そうですね。 この馬っていうのは、ある程度その、他の馬たちが足を使ってくれる展開の中で、いい末足を繰り出すっていうようなタイプですよね。まあ先行して押し切るっていうようなこともできるタイプなんですけれども、まあ今の中山の馬場見てると結構なだれ込むような競馬が多いんで、なのでそういったなだ,なだれ込むような展開の中で、スパンとピリッと、 足を使うということに関しては、この西剣もの符はあんまりいいイメージが湧かないんですよね。なので、ある程度その仕掛け、動くタイミング、そういったところがハマらないと、ただこの西剣もの符に関しては、あんまり深く考えすぎる必要はないかなっていうところがあって、まあ、上位3、4頭には入る馬であるのは間違いないと思いますし、 横山紀博騎手はギャンブル性の高い騎手なんですけれどもまあうまく乗るときには本当にうまく乗りますんでなので横山紀博騎手に期待するんでしたら普通に本命にしてもいいかなっていう感じの馬ですねなので僕は普通に有力馬として集めに行きたいと思いますねカジキカジキは以前は逃げないとっていうイメージがあったんですけれども 今のカジキは刺すければできると思いますね。なので無理に行くよりかは足を溜めた方がチャンスは広がるかなっていうふうに見てます。で、中山コースっていうのはごまかしが効きやすいコースというか立ち回り次第で一瞬の足で何とかなるっていうようなコースでもありますんで、なので展開によってはこの馬が勝ち切るということもあるかなっていうふうに見てます。追い切りの動きなんか見てたら 力強い躍動感のある動きをしてますし、調子いいので、なのでこのまま押さえておきたいなっていうふうに思いますね。北三三日月北三三日月は、まあちょっとその、器用な足がないというか、まあ馬群の中、内目の方から立ち回ってっていうよりかは、どちらかというと、 ま直線では広いところに出すっていうような、そういったような競馬が合うイメージですね。なので、多分、武士沢騎手はその、オーソドックスな競馬が好きなんで、まあ、中段、後方から展開を向いてくれっていうような競馬をする可能性が高いんじゃないかなっていうふうに見てますね。まあ、出来の方もそこまで悪くは見えないですし、 ま、先行馬があまりにもやりすぎた場合、あとは潰し合いになった場合っていうのはこういう馬が突っ込んでくる可能性はあるかなっていうふうに見てますね。コーリンベリー。コーリンベリーの前走 JBC スプリントは、地方競馬、川崎競馬場の乗り方を知らない乗り方というか、完全に仕掛け遅れでしたね。ああやって強い逃げ馬、ダノンレジェンドが逃げてる場合っていうのは、 そのペースに飲まれないように早めに仕掛けなきゃいけなかったんですけれどもまあもう時すでに遅しっていう感じで外を回って大分ロスがある競馬でしたまあそれでもあそこから差し返して三着に来たあたりはこのコーリンベリーの強さっていうのが際立ったレースだったかなっていう感じですねなので着差は開きましたけれども あそこまで能力差があるわけではないですし、まあ、乗り方一つで差は縮まったっていうことですね。で、前走パドックでバタイ見ててすごくよく見えましたし、まあ、このままコーナーからスピードに乗れるようなタイプで、まあんまり瞬発力があるタイプではないので、その分右回りに変わるっていうのは、 条件が好転するんじゃないかなっていうところもありますね。何回も言ってるんですけれども、今週の中山のダートは、前めの馬が有利なんで、なので、変に追い出しを我慢とかすると、逆に荒々ってなる可能性があるっていうことですね。まあ、これだけのスピード場ですし、中山っていうのは、外枠引いて、こういうスピードのある、スピードとパワーのある馬っていうのは、 比較的乗りやすいというか、信頼性の高いところがありますんで、なので、まあ、これだけ条件が揃ってるんですから、もしコーリンベリーが馬券圏内から飛んだら、機種のミスっていう形になる可能性が高いと思いますね。エイシンブルズアイ。エイシンブルズアイはですね、ダートがわからないですよね、走ってみないと。まあ、ただ追い切りなんか見てると、 突っ張っ張て走るようなところがあるんですよねなのでそのギリギリのところをですねもしちょっとでも仕掛けのタイミングを間違うと、まあ、突っ張って走っちゃう分末足の持続性を欠く可能性があるんですよねなので、まあ、結構そのスピードのある馬揃ってますしまあ、そんなに簡単に競馬させてもらえるかなっていうところですね まあどちらかというと、道中ごまかすような感じで、足を溜めれないとっていうイメージがあるまなんで、なので、まあ追い切りの動きなんか見てると、あの感じでゴール前まで持つのかなっていうようなイメージが湧いちゃって、今回は印つけれなかったっていう感じですね。能力があるのは間違いないんですけれどもっていう感じですね。フラットライナーズ、 フララットライナーズもちょっとわからないです。それで馬券についてはさっきも言ったんですがコーリンベリーとダノングッドを軸にして西シケモノノフタルタンここ厚めに生まれんでいってダノングッドからはワイドも確実に3頭流すっていう感じですねあとはダノングッドの,グッドのタンプクであとはコーリンベリーダノングッドからカジキ ゴーイングパワー、この辺は抑えておくっていう感じですね。で、コーリンベリー、西シケモノノフ、タールタン、ダノングッド、この辺は本当に魅力ありますんで、まあ、皆さんはやっぱりご自分で決めてくださいっていう感じですね。まあ、この4と以外からも面白い馬はいますんで、カジキとかゴーイングパワーも穴馬としては面白いんでっていうところですね。 ノボバカらも僕は消したんですけれども、それは大ギャンブルなんで、もちろん来る可能性ありますんでっていうところですね。島根県住みやす芸人というのをやっております。吉本工業の a b c d e 加減というコミの。